ゲストをお迎えしての企画でございます。平田さん、はい、平田さんです、よろしくお願いします。ソニーの部屋へようこそ。せーの、旅行に行けるようになったらどこに行きたい？おお、これね、どこだと思う？どこも行かなそうでしょ？いや、そんなことないよ。そう、うん、でも分かんないかな。でもさ、旅行って言ってもさ、いろんな目的があるじゃない？例えば買い物したいとか、うん、食べ物を楽しみたいとか、ただ単に癒されに行きたいとか。癒されに行きたい。イスに行きたい。モルディブ。違う。バリ。違う。ハワイ。やっぱ姉さん、ちょっと海外行きすぎっすよ。国内、国内。国内だ。すいません。完全に海外のチャンネル考えてました。国内。あ、じゃあ沖縄。そう。いや、海外も行きたいですよ、もちろん。海外も行きたいけど、まずね、俺、行ったことないんですよ、沖縄に。嘘？そう。行ったことがない。ちっちゃい頃にお父さんの社員旅行かなんかで行ったらしいんだけど、記憶にないぐらい。で、まあ、ニューヨーク行かせてもらったりとか、ロス行ったりとか、海外はもう大きくなってからあって、すごい楽しい。けど、沖縄行ったことがない。嫌じゃない？日本人なんて。いや、いるだろうけど、他にもね。じゃあ、沖縄行って何したい？沖縄行って、ハブとマングースの対決みたいな。あ、もう終わったんだっけ、あれ。あれもうダメなんだよ。ショーみたいな。そうそう。あ、なんかどうだろうね。やってるかわかんないけど、うん、いや変わってるね。見てちゃんとした観光客やりたい。あー、なるほどね。あと水牛に乗って、あ、なんか海渡りたい。じゃあそれは離島ですね、多分ね。そうだね。離島。本島でいいんだ。うん。離島も行ってみたい。あと何でしたっけ、あの買い物会みたいな。国際通り？そう、もう行きたい。めっちゃ観光客をしたいんだ。そうそう、そうね。え、あれはスキューバーダイビングをしたの？うわ、海怖いんだよ。嘘。そう、泳げる？泳げます。うわ、もう尊敬します。本当に尊敬します。え、想像つかない。だってさ、運動神経いいはずだから絶対に泳げるって思ってると思うよ。え、これ知られてること？いや、どうなんだろう。いや、嘘でしょって思ってる。いや、違うな。で、今までロケなかったの？この海でみたいな。海でサップをやりましょうっていう番組があって、あの、俺泳げないよ先生って言ってんのに、何もないのに、ほんとこの立った状態で足のつかないとこまで結構奥まで行かされたもん。で、落ちたわけですよ。俺ほんとに顔は青ざめてた。死ぬかと思って。そう、え、助けてもらって。うん、で先生はケタケタ笑ってて、いや、怖い。でもこのボードがあるから、もう頑張って上がってこいみたいな。みんな男たちだし、ケタケタ笑ってくる。俺もう本当死ぬかと思った。わあ、ダサかったなあれ。だけど、本当に用意スタートって言って、こう学校とかで行くじゃない、うん、プールの授業でバーって顔上げたら、まだもう顔進めてなかった。そうそうそう。でも俺超もう最後まで行ったつもりだけど、ここも感じだから海ダメなんだよ。うっそ、もう全然そんなイメージないわ。そう、北海道出身で。あ、そっか。そう、海入れないから。入れないは嘘だね。入れる時期があんまりないから。鼻水出てきた。何、あの恐怖が蘇っていった。俺こんな自由な感じですまないね、姉さん。全然いいよ。沖縄だな。姉さんは行きたいとしたら？そう、やっぱニューヨークかな。あー、ニューヨークね。いつから行ってないですか？結構行ってないよ。もうずっと、それこそ2018年の1月に、うん、私2018年にアメリカ入ったのね。にキンキーブーツ見に行って、で、皆さん帰った後一人でずっと2週間ぐらい行って、ずっとミュージカル見てたんで、それ以降行ってないかな。だから2年半ぐらい、結構珍しい。1年に1回は絶対行ってるから。
いやー英語もできてさ、やっぱ楽しみ方全然違うんだろうな、俺が行く時とかと。まあ英語ができるっていうより住んでたから、うん、それが強いかもね。やっぱり分かってるし。そうだよ、ね、うん。もう騙されたりとかしないでしょ。もう騙されないっていう、私一回も騙されたこと、あるの？え、騙されまくりですよ。ニューヨークで？え、どんなの？え、なんか2000円ぐらいする水買わされたりとか。そうじゃあとね、すっげーでっかい人にね、6人ぐらいに囲まれて3000円のアルバム買わされた。これがあいつ、そう、俺らが歌ってる、俺ら MTV 出てっから。あ、出てんだ、かっこいいなと思いながら買ったら結構20何曲入ってる。おー、いいやつ。でも かっこよくはなかったんだけど、ちゃんと曲が入ってた CD だって。あ、そうなんだ。とか、なんだろうね、やっぱそれは当たり前じゃない。いや、だからこう、騙しやすいような人を狙って、そういうのはあるんでしょうね。ポケとして歩いてたのかな。まあ、ニューヨークは騙されないで、スリにも合わないで、うん、ニューヨーカーと同じぐらいのテンションで歩くのにめちゃめちゃパワーがいる。そうだよね。もう360度目がついてると思いながら私は歩いてた。ああ、やっぱそうなんだ、うん、警戒はやっぱしとくんだね。してた、してた。それ知らないもん。そうだね、誰も教えてくれなかった。こうやってゆっくり歩いてたかもしれない。やばい。そう、でも一人だったし。一人で行ったの？そう。偉いわそれは。そう、一人で行ったっていうか、まあ一人でいる時もあったし、後期がいたりとかする時もあったけど、各自自由時間とか。あ、そかそか、一人で歩いたんだね。そう、で、その辺に踊ってる人でこう入っちゃえみたいな。入ったの？そう。あ、すごい。で、五郎さん、僕踊りましたよっつったら、お前それダメなんだぞっつって、あいつら許可取ってあそこで踊ってっから。あ、そう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 、カットオーディションがあって勝手に入ってやるな。怒られて、すいません。ちょっと、じゃあ最後の質問いこうかね。迷うね、これ、うん、せーの。いやー、これ出たよ、やだよ、ね、マジでやだ、ね、本当にやだね、本当にやだ。私にやれたって何？ちょっと見せて。もう本当にやだ、もう本当に俺やなやつじゃん。キュンとする一言ねえさん。じゃあ私が決めてあげようか。うん。え、何？セリフを？じゃあ言わないよ、俺。いや、言う、いやいや、聞いたから。私が決めてあげよう。待って、ちょっと全部見せて、これ全部キュン。いやいや、ダメダメ。分かった、これ絶対全部キュンとするセリフでしょ。そういうこと？そういうこと？そう、残りの2つ。違うんですよ。嘘でしょ？なんで俺それ行くの？普通の、いや、もう持ってるんだよ。本当嫌なんだけど。これはねえ、広間総一ファンはもう絶対言ってほしい。何がいいですか？何がいい？だってさ、だってさ、待って、知らない人にさ、総一くん知ってもらおうの会じゃんか。そうだね。総一くんのファンはキュンキュンするよっておかしいじゃん。総一さんファンも見てるし、私のチャンネル見てる人も、あ、総一くんって、いやでも知ってるでしょ、総一くん。キュンキュン。だって嫌だもん、キュンキュンとか言うんだこの人って思われる。いやいや、キュンキュンって言うんじゃないよ。いや、分かってるよ、分かってるけど、なんかそれ、え、こいつかっけえと思ってんだみたいな。いや、それが嫌なんだ。そう、嫌だ。あ、じゃあそ、かっけえ感じじゃない方がいい。うん。いや、待って、マジで言うの？いい？分かった。え、何がいいだろう。いや、私はもうちょっと、なんか、二度寝したいとか言ってほしかったら。そっちも嫌だ。ね、そっちも嫌だよ。嫌だ、うん、じゃあ、待って、質問します、はい、俺さ、どんな感じなのか、その普通こんな感じじゃん、いつも、うん、ヘラヘラポケポケ、うん、鼻水出ちゃいましたみたいな感じでさ、あんま女っ気なさそうに見えるじゃない。女っ気っていうのはか、あ、こうめめしいこと。うん、ちゃうちゃう、なんかずっと女の子と一緒にいるんだろうなみたいな、こいつモテるなみたいな感じではないじゃん、うん、なんか実際ね、だから付き合ったりとかしてもこうなの、うん、もう普通サバ。そうそうそう、もうサバッとしてんのかな、この感じ。もう友達の延長みたい。そうそう、違いないじゃんって怒られる、うん、あ、違いつけてよって言われる。そう、でも違いつけてほしいバージョンが見たいんだな。あの人何言う？
さっきの前の話すると、まだ眠い、二度寝しようって言ってほしい。あのカメラに向かって、あの隣に一緒に寝てるっていう手ですよ、うん、そのバージョンと、じゃあ、うん、そうちゃんが言いたいセリフ、うん、ないちょっと私こっちからサニちゃん起こして、いい、うん、3、2、1、ねえそうちゃん、時間だよ、起きて。うん、まだ眠いからさ、二度寝しよ。ごめん、早かった、ごめん。やめてよ。あ、早かった、ごめん。あ、一気に熱が上がりましたね。いやでもこんな感じかも、こんな感じ普通だったかも、あんまりやってて恥ずかしくなかったからでしょ、これかもでしょ、普段心理学習ってるから、あ、さすがですわ。いやだから、あのかっこつける方がやっぱ難しいよね。ああ、なんていうの、イケメン風なセリフ、そうそう、俺についてこいよみたいな。あ、でも見てみたいけどな。いやもういいよ、笑おう。それはいや、私でもそういうイメージよ。なんか、なんていうんだろう、かっこつけるっていうより、なんか甘えるセリフを別に、なんか あざとくじゃなくてさらっと言っちゃう感じのイメージよ。なるほど。それでいいですか。いいですよ。今ので十分。よかったです。ありがとうございます。今度ゲームしよう。え、なんで？私？今度ゲーム実況しようよ、一緒に。いや、私、全然初心者の。教えてほしい。なんか初心者でゲームやろう。え、でもそれなんかマシーンが必要なの。あ、マシーンもないんだもんね。あ、じゃあ用意していただきましょう。教えてください。アミューズ様に。アミューズ様に。アミューズ様に。なんかやってますもんね、ゲーム実況のね、人もね。ゲーム借りて。あ、そうなの。いっぱいいる。それなんかストラボかなんかでやってた。やってた人もいるよね。それこそ松島社長とかやってます。あ、やってる。いや、そういう企画だと全然参加する。ね、で、教えてもらってね。なんかさ、アミューズのは広めようよ。それ大切よ。みんな細々と何か一人ずつやってるからさ。今回それ思ったよね。みんな見てんじゃん。はい。行きましょう。はい、というわけですごい楽しいあの時間を過ごさせていただきました。初ゲストを迎えた山田総一さん。貴重な第1回ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、今回ね、今まで2回ともエンジェル役だったけど、うん、初というかその役変わって、はい、マーク役。マーク役。楽しみですよ。え、見に来るの？はい。うわ。あのスケジュールにのハードスケジュールにやられて死んでなければ。そうだよね。なるべく。まあアメゾン。まあでもね、ソニーちゃんが見に来るっていうのはなんかこう結構さ、事務所で会って話したりもするしさ、うんうん、こう普通で入れてるから、うん、まあそいつよく頑張ってねって言われるように頑張ろうかなと思うけど、うん、あんま怖くないけど、うん、そのやっぱ他の人はやっぱ怖いよね。あ、他の歴代のエンタクスとか、そういちいんだよ。そっちのプレッシャーね。そう、え、全然違うじゃんみたいな、言ってもなかったしさ、俺。確かに、ね、それはあるかも。それぐらい、なんていうんだろう、歴代っていうかね、いろいろキャストが変わってる作品だから、うん、でも、やっぱレントって出るっていうのがもうどの役者も羨ましがるから、うん、それはもう誇りに思って、はい、マークもやれますみたいな、余裕ですっていう、ね、余裕ですっていう気持ちで。そうだけどさ、うん、いっぱい稽古をやらせてもらったから、あのその前にね、エンジェルって人が、うん、なんかそのマークだけが主役だよねっていう感じじゃないのも分かってるから、うん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 、あんまり気をこう背負ってないかもしれない、うんうん、まあだから楽しみながら頑張りたいと思います、はい、そして姉さんは、私は5日から、はい、帝国劇場にビューティフル、音楽とドラマが美しくて、私はそれこそコメディの役なんで、もうめちゃめちゃ楽しい。いいな。とにかくハッピー。うん、楽しかった思い出なので、また皆さんと共有できたらと思います。頑張るね。はい。
まあ、今だからその楽しいのもね、はい、絶対必要ですからね、うん、はい、はい、というわけで今回初のゲスト平間宗一さんでした。ありがとうございました。またね。皆さんいいね、グッドボタンお願いします。